ウォルター・ラングレーは、イギリスの画家である。外交派の画家のグループ、ニューリン派の画家たちが集まった、イングランドのコーンウォールの漁村ニューリンに最初に移って、制作を始めた画家の一人である。バーミンガムで、下て屋の息子に生まれた。15歳から版画家の工房で働いた。21歳になった時、奨学金を得て、ロンドンのサウス県ントン美術学校。 ロイヤルカレッジオブアートで2年間工芸を学んだ。バーミンガムに戻った後、画家になり1881年に、王立バーミンガム芸術家協会の巡回員に選ばれた。バーミンガムの顧客から毎年収入が得られるようになり、その資金で家族と1882年に入林に移り、入林で漁師などを題材に描き始めた。1884年に、 王立バーミンガム芸術家協会の正会員になった。バーミンガムでの友人の画家エドウィン・ハリスが1883年にニューリンに移ってきて、ニューリン派は形成され始めた。労働者階級の出身で、働く人々やその家族への共感を込めて描いたことで知られる。初期の版画職人としての技術は細部の描写に生かされている。ニューリン派の画家たちは人気を得たが、 1892年頃まで水彩画を主に描いていたこともあって、はじめ、ラングレーの人気は高くなかったが、後に評判は上がり、レフトルストイの著書、芸術とは何かの中でも高く評価された。ありがとうございます。